元プロボクサー、カリフォルニア州サンフランシスコ出身アテネオリンピックライトヘビー級金メダリスト元 WBA スーパー WBC 世界スーパーミドル級王者元 WBA スーパー IBFWBO 世界ライトヘビー級王者 ESPN の解説を担当している自身でアンドレ・ウォードプロモーションズを主催している 9歳の時、アマチュアのヘビー級選手だった父に連れられて、ジムに行き、トレーナーのバージルハンターと出会って、ボクシングを始めた。2001年、全米選手権にミドル級で出場し優勝した。2003年、全米選手権ライトヘビー級に出場、準決勝でカーティス・スティーブンスを破り優勝した。2004年、 アテネオリンピック国内代表選考会に出場し、優勝した。アメリカ合衆国代表として、アテネオリンピックボクシングライトヘビー級に出場し、金メダルを獲得した。アメリカボクシング界にとって1996年のアトランタオリンピック以来8年ぶりの金メダルとなった。2004年12月18日、カリフォルニア州ロサンゼルスのステープルズセンターで、 クリス・モリーナと対戦し、2回40秒、TKO 勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2008年6月20日、ケーマン諸島のジョージタウンで、ジャーソン・ラベロとナボ北米スーパーミドル級王座決定戦を行い、8回2分37秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2009年2月6日、 カリフォルニア州キングス軍リムーアのッチパレスホテルカジノでナボオーザの防衛戦とナブフ北米スーパーミドル級王座決定戦をヘンリー・ブキャナンと行い12回3から0の判定勝ちを収めナボオーザの初防衛に成功ナブフ王座の獲得にも成功した2009年5月16日 カリフォルニア州オークランドのオラクルアリーナでエディソン・ミランダと対戦し12回3から0の判定勝ちを収めナブ王ーザの2度目ナブフ王ーザの初防衛に成功した2009年10月に開始されたスーパーシックスワールドボクシングクラシックに20戦20勝で参加2009年11月21日カリフォルニア州オークランドのオラクルアリーナにて スーパーシックスグループステージ1で WBA 世界スーパーミドル級スーパー王者のミッケル・ケスラーと対戦し10回にウォードのバッティングでケスラーが右目上をカットし11回1分42秒3から0の負傷判定勝ちを収め王座獲得に成功した2010年6月19日カリフォルニア州オークランドのオラクルアリーナにて スーパーシックスグループステージ2で WBA 世界スーパーミドル級4位のアラングリーンと対戦し3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した2010年11月27日カリフォルニア州オークランドのオラクルアリーナで WBA 世界スーパーミドル級13位の先をビカと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2011年5月14日、カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターテニスコートにて、スーパーシックス準決勝が行われ、元 IBF 世界ミドル級王者で、WBA 世界スーパーミドル級サニーのアルツール・アブラハムと対戦し、12回3から0の、 判定勝ちを収め WBA 世界スーパーミドル級、スーパー王座の3度目の防衛に成功し、スーパーシックスの決勝進出を果たした。2011年12月17日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールで、カール・フローチとの WBA ・ WBC 世界、スーパーミドル級王座統一戦が、スーパーシックス決勝のカードとして行われ、 12回3から0の判定勝ちを収め、スーパー6優勝を果たし、WBA スーパー王座の4度目の防衛に成功、WBC 王座の獲得にも成功、リングマガジン世界、スーパーミドル級王者にも認定された。試合後に、試合1週間前のスパーリング中に左手を痛めていたことを明かし、 その後レントとン撮影により、左手の指を2箇所骨折していたことが判明した。2012年1月30日、ブオアの最優秀ボクサー、通称、シュガー、レイ・ロビンソントロフィーに選ばれた。2012年4月26日、左手の骨折により防衛戦を行えないため、休養王座に認定された。2012年9月8日、 ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールで WBC 世界ライトヘビー級王者チャド・ドーソンと対戦し3回と4回にダウンを奪って試合の主導権を握り最後はドーソンが試合をやめたいとレフェリーに告げ10回2分45秒 TKO 勝ちを収め WBA スーパー王座の5度目の防衛 WBC 王座の初防衛に成功した 2013年2月23日、カリフォルニア州ロサンゼルスのギャレンセンターで、元 WBC、WBO 世界ミドル級統一王者、ケリーパブリックと対戦する予定だったが、ウォードが2012年11月のスパーリング中に、右肩を負傷したために試合が中止となり、手術を受けることになった。この試合が中止となり、ウォードへの挑戦が、ウォードの右肩の負傷、 手術でキャンセルされたことでリングへの情熱を失った。としてパブリークは現役引退を表明した。2013年4月16日 WBC がウォードは長期療養中のため指名戦を行えないとして名誉王座に認定した。2013年5月20日ウォードが指名試合をルール規定期間内に行うつもりでいたのに WBC により、王座を剥奪されたとして、WBC への抗議の意思表示として、名誉王座を返上した。2013年6月、ウォードが契約の解消を求めて所属プロモーターの、偶然チュータープロモーションズを訴えていた問題で、カリフォルニア州アスレチックコミッションが、プロモーター支持の判断を下した。2013年11月16日、 カリフォルニア州オンタリオのシチズンビジネスバンクアリーナにて約1年2ヶ月ぶりの試合で WBA 世界スーパーミドル級サニーのエドウィン・ロドリゲスと対戦予定だったが前日計量でロドリゲスに体重超過があったためウォードが勝てば王座防衛となるがロドリゲスが勝っても新王者になれないという条件で試合は行われ12回3から例の 判定勝ちを収め、6度目の防衛に成功した。2014年5月1日、ウォードが契約の解消を求めて所属プロモーターの、偶然チュータープロモーションズを訴えていた問題で、カリフォルニア州アスレチックコミッションは再びプロモーター指示の判断を下した。同年8月14日、ウォードが今度はプロモーターに対して、 連邦裁判所で訴訟を起こすが、翌週にはプロモーターが王道を名誉毀損で1000万ドルを請求して反訴し、両者ともに引かない泥沼化の様相を呈した。2015年1月9日、契約問題で競争中だったプロモーターの偶然チュータープロモーションズと和解して、JZ 率いる新興プロモーターのロックネーション、スポーツと契約したことを発表。 2015年2月20日、リング氏が最新ランキングを発表し、ウォードのリング氏認定王座を剥奪した。2015年2月28日、WBA が WBA 世界スーパーミドル級正規王者、カール・フローチとの王座統一戦の交渉を30日以内に合意させ、108回以内に試合を行うよう指令を出した。対戦交渉が合意に至らない場合は、 入札になると明かした。2015年5月8日、WBA がポール・スミス戦をノンタイトル戦とする特別許可を与え、スミス戦後にカール・フローチがウォードの指名挑戦者となるが、ウォードがスミスに負けた場合は、ウォードの保持する WBA 世界スーパー王座を剥奪することを発表した。2015年6月20日、約1年7ヶ月ぶりの試合、 オークランドのオラクルアリーナで、ボールスミスとスーパーミドル級の規定体重である168ポンドを4ポンド、上回る172ポンドのキャッチウェイトで試合を行う予定だったが、前日計量でスミスが176.4ポンドを計測し4.4ポンドの体重超過があったため、スミスは、 ファイトマネーから4万5000ドルの罰金を支払い、さらに試合当日の朝にも再度計量を行って、増量を181ポンドまでに抑えることに、同意したが試合当日の朝に行った計量でもスミスは184.4ポンドを計測して、またしても体重を超過し、さらに罰金を15。0ドル支払って試合が行われ、9回にスミスジミエイからタオルが投入され、 9回1分46秒、TKO 価値を収め WBA スーパーオーダーの剥奪を免れるとともに、WBA 世界スーパーミドル級2位のカールフローチが、ウォードの指名挑戦者となった。2015年11月12日、ライトヘビー級に転向するために、WBA 世界スーパーミドル級、スーパーオーダーを返上した。2015年11月5日、 同月21日にマンダレーイ米イベントセンターにて、ミゲール・コット・ VS、サウル・アルバレスの前座で、ライトヘビー級転校戦として、アレクサンデル・ブランドと対戦予定だったが、ウォードが右膝を痛め中止になった。2016年3月26日、オラクル・アリーナで、IBF 世界ライトヘビー級1位のスリバン・バレラと、ライトヘビー級進出戦並びに、 セルゲイ・コバレフへの挑戦権をかけて対戦。3回に、テンプルに、左フックを当てて、ダウンを奪い8回にローブロで減点されたものの、12回、3から0の、判定勝ちを収め、ライトヘビー級進出を白ボッシュで飾るのと同時に、コバレフへの挑戦権獲得に成功した。2016年8月6日、オラクルアリーナで、WBA 世界ライトヘビー級10位で、 WBO 世界ライトヘビー級13位のアレクサンデルブランドと WBO インターコンチネンタルライトヘビー級王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2016年11月19日 T モバイルアリーナで WBA スーパー IBFWBO 世界ライトヘビー級王者セルゲイ・コバレフと対戦し12回 3から0の判定勝ちを収め2回級制覇を達成した。2回にダウンを奪われその後も押されていたウォードが僅差で判定勝ちしたことに関し、boxyngscene.com は HB 用のコメンテーターとして長年活躍したラリーマーチャントのコメントを掲載、クリンチばかりで有効だのなかったウォードは終盤相当巻き返さなければ、 勝ちはないと思ったがそれができなかった。地元判定でなければ、コバレフが大差で勝利していただろうと評価、再戦条項が設けられていた試合だが、再戦の勝ちなしと切って捨てた。2016年12月8日、WBA はウォードを2016年11月度の月間 MVP に選出した。2017年1月17日、リングマガジンは、 アンドレ・オードを2016年度のリングマガジンカムバック・オブ・ザ・イヤーに選出した。2017年6月17日、マンダ・レーベンイベントセンターで元 WBA スーパー IB ・ IBF ・ WBO 世界ライトヘビー級王者のセルゲイ・コバレフと再戦し、8回2分29秒 TKO 勝ちを収め WBA スーパー王座・ IBF 王座並びに、 WBO 王座の初防衛に成功した。同日、WBO は王道、WBO の2017年6月度の月間 MVP に選出した。7月19日、WBA は王道、WBA の2017年6月度の月間 MVP に選出した。2017年9月21日、自身のウェブサイト上で現役引退を表明した。 ありがとうございます。